メンタリスト大吾さん、美女とワインを飲みすぎて生放送をする気が起きません。どうしたらいいですか。個人的感想をください。最近の大吾さんは美女を飲むようになったんですね。昔は美女に手を出すだけだと思ったんですけど、最近は美女を飲むんだ。まあでも別に生放送しなくていいんじゃないですか。その美女を飲み続ければいいんじゃないかなと思います。はい。大悟さんね、そのお酒を飲むと言っちゃいけないことを言っちゃう癖が治ってるのか治ってないのかわかんないですけど、もう治ってない可能性があるとしたら、飲みすぎて生放送は失敗すると思うんですよね。で、僕はお酒を割とわざと飲んで喋るようにしてるんですけど、そのお酒を飲んで頭がおかしくなった状態だったとして、自分が一線を越えるのかどうかの確認がしたいっていうのもあってやってるんですよ。論語っていうのを書いた中国のおっさんがいて、15歳で学を志しみたいなやつ で確かに60ぐらいで自分が好き勝手やったとしても周りに迷惑をかけなくなるよねっていう自準自立か70で自立だったかなっていう状態になるっていう表現をしてて、でなので自分好き勝手したとしても社会のレールから外れないような状態に自分はなれるのかっていうのを確認してるんですよね僕。で今のところ酒飲んで好き放題言っててもあんまり困ったことがないんですよね。なので割と僕はもうその自立という状態を達成したのではないかっていう自画自賛をしているので炎上してなんかやらかしたらすいません。はい。美女をあと何本か開けたいと思います。ありがとうございます。メンタリスト大吾さん、なんだろうね、その大吾さんの開けるはなんかリアル開けてリアル飲んでそうな、ちょっと性癖特殊じゃないですか。だからなんか本当にそういう性癖の何かをやってらっしゃるのかなと思って、一概になんか反応しづらいですよね。はい、すいません。